もう私それね昭和マインドって呼んでるんですけど、昭和マインド、そう、もう昭和の時代は、うん、要は物を所有することが豊かだったんですよ、うんうん、所有して所有してってなったんですけど、うん、もう所有すること終わったんですね、うんうん、はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日は悪縁を引き寄せる部屋の特徴についてというテーマでお話しさせていただきたいと思っております。そこでいつもね、私はいろんなことを話しているんですけれども、もうね、部屋の綺麗にするね、そのスペシャリスト、今日はねゲストさんをお招きさせていただいておりますので、そのゲストさんとね一緒にね、フリーでね、ああでもないこうでもないって言って、ね、大事なことをね、お話しながら皆さんにお伝えさせていただきたいと思っております。それでは早速参りましょう。本日のゲストはこちらの方です。徹子さんです。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあ徹子さんから、じゃあ、はい、自己紹介の方よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ということで、ステカツで人生好転という YouTube チャンネルをさせてもらってます、徹子と申します。まあ私のチャンネルでは物を手放したりとか、あとはね情報とか人間関係とか、こういった自分の人生全般的に、まあ、古いエネルギーっていうんですかね、こういうものを手放していくことでどんどん人生が良くなりますよっていうことをお伝えさせてもらってます。素晴らしい。ありがとうございます。めっちゃみんな興味あるテーマですよね、これね。あ、そうですかね。うん、だと思います。もうすぐにできるし、うん、今からできるならよくしていきたいと思われてる方が見てらっしゃると思うので、うん、そういう方に伝えて、でも今日からぜひね、うん、もうこれ見終わった後できるような、はい、そういったお話をできたらいいですよね。はい、もうぜひぜひさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、まあ、最初にですけども、そのお家の中に住まわれている神様、うん、あるいは仏様という存在が私たちの目には見えませんけどいますよね。はい、ね、まあ、仏教も特にはまあ神道でもそうなんですけれども、どちらにもやっぱり、まあ、名前言い方は違うんですけれども、神様仏様の存在が私たちの肉眼では見えないけど住まわれている、守られているっていうふうに考えるんですけれども、うん、例えば、まあ、皆様すごく馴染みのあるのは氏神様、これはまあ各家の土地の神様だったりとかするんですよね、うんうん、であとはトイレの神様なんて、そうですよね、言いますよね、言いますよね、うんうん、で仏教では水様明王って言うんですよね。お、水様明王ってちゃんとこういった名前がついた神様がおられたりとか、はい、あるいはお家の柱、中心の柱、大黒柱って言いますけれども、はい、これは大黒様だったりですとか、台所キッチンの火の神様は三宝光神様とか言って、それでもう一人ずつね、こうちゃんと名前がついていらっしゃるんですよ。じゃあ玄関の神様とかもいるんですか？おられるんですよ。天の岩戸分けの神というね、神様がねおられる。ちょっと言いづらいですけどね。すごい。そういるんだ。おられる。ちゃんとね門番と言いますか、はい、やっぱりその敷地に入る、まあ、玄関の手前、普通のお家だったらすぐ道路から玄関っていう方は、うん、そこの仕切りにおられるんですよね。天の岩戸分けの神というおられるんですよ、でそこでちゃんと入ってこられる人の、どういう人がおられるのか、入ってこられたかなとか、この人はいい人なのか悪い人なのかっていうのをちゃんと見定めてくださってる、うん、そういった神様がおられるので、うん、そこの神様に守っていただくためには、うん、ちゃんとそこのお家の住人の皆さんが、うん、いつもありがとうございますっていうね、その天の岩戸明けの神にの存在をちゃんと意識して、そしていつもお家に入るですとか、うん、例えばお家に入って生活してる中でも台所切っちゃったら、あ、ここは三宝光神様やなとか、うん、あ、これは土地の神様なんやな、氏神様なんやなとか、うん、屋敷神なんやなとか、そういったことをいつも意識しておくことが、うん、神様と自分の魂がこう交流できますし、うん、ちゃんと守っていただけるという、そういうことになるので、すごい。そう、ただおられるだけやったら誰も守ってくれないというかですね、うん、じゃあこちらが意識するだけで違うんですか？うんうん、あ、そう、もう意識するかしないかでも全部運命の差っていう、でも逆に言意識したら、うん、お掃除とかってしたくなりますよね、うん、絶対したくなりますですよね、うん、だってあ、ここにおられるんやと思ったら、うん、あ、じゃあちょっとやっぱ綺麗にしようかなって意識になりますよね。なります、この大黒柱が埃ついとるわと思ってそんなスッてなりませんし、うん、もうなんか、あ、汚いや、これもうね嫌やろうなって、うん、ね、自分たちもお風呂入らんかったら汚くなっていくし、だからまあそれと同じやから、やっぱり綺麗に磨かせていただきます、綺麗になった、あ、嬉しいって気持ちが、その例えば柱やった大黒柱、大黒様が喜んでらっしゃるとかで、床をこう磨くとよく金運アップするとかって言いますけれども、うん、やっぱりその自分たちが住まわせてもらってるその土地の神様の上にそのお家が立っているので、そこに私たちは住まわせていただいているって、その改めて感謝の気持ちとその意識を改
めることによってやっぱり自分たちの生活が豊かになったりですとか、家庭内もやっぱりものすごい空気流れるようになりますよね。すごいですね、うん、そんなに行さん神様が家の中にいると思ったら、うん、そう大事にする。でも八百万の神ですよね。もう800万の神で、もう日本の神様はもうどれに対してももうどこにでもおられる。このお洋服にもどこにでも神様が宿ると、こう髪の毛にも宿るとか。髪の毛にも宿るそうですね。そう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 だからそんなにこうすごいお綺麗なお綺麗この肌にもね、肌がピカピカやから。ピカピカ今日はでも特別まだね、悦子さんとコラボするからもう磨かなきゃってことでしっかり磨かせていただいてます。ピカピカでびっくりした。最初会った印象ピカピカやな。さすがやなと思って。やっぱりだから内面からこうやっぱり出てきますしね、そういうのってね、もうこれは冗談抜きで、悦子さんもそれこそ先に私が言わなきゃいけないこと言われてしまうけど、考えてらっしゃいますけど、やっぱり内面のそれがやっぱり外に出てくるんだと思うんですよね。たくさんこうなんかいっぱいお化粧するとか、こうなんかいろいろ着飾るとかっていうのもいいんですけれど、着飾ってる人がすごいくすんでる人っていますよね。なんか輝いてない人、なんか最初顕微なのにもう見た目もいいし、例えば頭も賢かったりとかするのに、人としてなんかどうなんやろうみたいな、内面がちょっと濁りを感じるというか、そういう人ってなんか輝いてないですよね。あ、確かにそうですね。やっぱりなんか内面のさ見えないところこそがやっぱり大事っていうのを、仏教とか宗教っていうのはやっぱり目に見えないところを大事にするっていう意味では、やっぱりすごくその内面にフォーカスするっていう感じですよね。まさにそれをね、教えてらっしゃいますもんね。でもそこで悦子さんの場合はその見た目のところをきれいになさっていく、はい、さらにこのいらないものを生活をなさって、できれいに精査していかれる、はい、それによってまた気持ちもまた気持ちよくなっていくしっていう、そこのなんですかバランスをちゃんと取ってらっしゃるっていうところをすごく大事にされてますよね。そうですね、やっぱこう家の中って、まあ要はほとんどいますよね私たち、まあ、お仕事行かれてる方は家の中っていうのがもしかしたら少ないかもしれないんですけど、でも少なくとも寝てる間って家の中いるんですよね。で考えたら、まあ1日の半分以上は家なんですよ。でそこの、なんていうの、その場所が汚いとか、物がいっぱいあるとか、物がいっぱいあると、もうごちゃごちゃしてくるんですよ。ね、やっぱり頭ごちゃごちゃしてると、なんかもう、もう明日にしようとか、なんかもう何もやる気出えへんとかね、こんなんなってくるじゃないですか。だけど、家の中がこう整理整頓されてたり、できたらこのね、もう物自体を少なくする。まあ、私は8割捨ててくれって言って。8割、お家の中のものを8割、そう、手放す、手放すね、要はいらないものを8割あるんだよっていうところに気づきましょうっていうところですかね。そういうことです、そういうことです。だから結局私たち使ってるものって2割なんですよ。そのもんなんですよ。確かにね。だからそれ以外って結局使ってないとか、あ、こんなんあったんやとかないですか。あるある、ある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 、夏も冬も入れ替えとったら、うわこれ行ったり来たりやわみたいなね、そういうのもありますよね。今日も今回もバイバイって来期ねって、もうそんなんいらないってことですよね。そういうこと、そういうこと。だから結局忘れてるんだよ、頭の中で。じゃあもうそれいらないので、そういうものをもうなくして、とにかく人生を良くしていく、未来にフォーカスさせるために余計なものを排除するってことです。よくなんか、まあ確かにそのものがあったら、私のご相談者様の中にいろいろいらっしゃるんですけど、運気が上がりませんと、お家の中の、ほんでなんかね、こうやってあんまり不運なことが続きますってことで、ご祈祷お祓い来てもらえませんかってことでお邪魔することがあるんですよね、はい、で行くと大体まあね、入るとまあ見れば分かるんですけど、もうね、物がね山になってるとか、例えば洗濯してあったとしても、その洗濯物が洗濯した後に畳んであるのはいいんですよ、いいんですけど、それがもうずっと山になって、そのほこりかぶってるみたいな、その上からなんか風呂敷かぶってて、その風呂敷があのほこりみたいな、これはいかんわっつって、そこから邪気が出てくるし、貧乏神が寄ってくるし、運気が下がってくるから、だからまずここから綺麗に整理しなさいってことをしゃべるんですけども、まあ、それしていただいて、目に見えるところを片付けていただいて、じゃあ今度空気を入れ替えて、いい気を入れてね、とりあえずそれしましょうと、掃除もしましょうと、とりあえずそれしましょうって言うと、実際していただくと、ほぼそれだけで回復するというか、良くなりましたって言われる方がすごい多いんですよ。すごい、たったそれだけで、でお祓いしてないんですよ、でもうそれダメやったらまだやりましょうってことで、次の段階でお祓い置いていくんですけど、おそらくこれやなと思って、もうこっから陰気なもの邪気が出てるわと、これは貧乏感寄ってくるし、もうそれこそ悦子さんが言った、朝起きてからこの状態やったら運気曲がらずやる気もなくなるし、そりゃそうやろうと、誰見てもそうやわと、家に住んでる人ってわかんないですよね。わかんないの、第三者が見たら意外とわかるんですけどね。そう、まさにその通りで、私は公開して活っていうのをやるんですね、
YouTube に上がってるんで、よかったら見てほしい、興味ある方は見てもらっていいと思うんですけれども、あの本人はそれが当たり前なんですよ。だけどそのカンちゃんがおっしゃったみたいに、第三者が行くとうわってなるんですよ、なんでこんな業者なの。でも思考停止なんですよ。これいつか売ろうと思ってて、って売ろうと思ってるのが山積みいつ？そう、いつ売るんですか？いや、これもう3年前から貯めてるんですよ。3年前、おい！いや、もう捨てましょって。もうやっちゃいましょうみたいな。ほんまやね。もうそんなんが結構あるんです。まあでも気持ちはわかるけど、だから第三者がわかるんで。そうです。聞けばそうや、やばいとわかるけど、じゃあ自分どうなんて見たら、あるな、みたいな。ありますよね。あるこれはそうなんだよね、難しいとこだよね、ここは。確かに、いやでも今の深いですよね、こうなんていうのか、お祓いっていう、行ったら家の中がごちゃごちゃで、それを片すだけで結局良くなったって。そうそれぐらい私たちってなんか要は物質的なものってすごく影響を受けてるってことですかね。そうやと思う、ね、だからもう家にその物が住んでるのか、人が住んでるのかわからない家っていうのがすごいあって、倉庫なんか押し入れなんかみたいなね感じだったりとかしますよね。まあさっき言われたように本当に寝てる時間が6時間8時間ぐらいが一般的だとしたら、で仕事行ってるのが10時間ぐらい外出てるとしたら、あとの24時間のうち、ほとんど家にいるわけですからね。しかも寝室にほとんどいたりとかしますもんね。意外と汚かったりとか、プライベートからいろいろ持ち込んだりとかしてて、でなんか自分は住みやすいか分からんけど、はたから見たらこれやばいでしょみたいなね。ありますよ。いや、ありますからね、それぐらいやっぱなんか影響を受けてるんやなっていうのを自分自身も感じましたけども、他の方のお宅行った時にうわってやっぱ思いますね。あのね、悦子さんのね、見ました動画。あ、本当ですか。あのね、いくつか見させていただいて、生活のね、なんかあのお友達の YouTube されてる方の女性の方のお家行ったら、わー広いスペースや、広いスペースって結構危険なんですよねっつって、物が置けるから危険なんですよねっつって、そうスペースがあるから置いちゃうみたいな、そう気持ちね、めっちゃわかるわと思って置く気持ちがわかるわと思ったでもそれ見てたら結果なんかその棚の中のやつがほとんどいらなかって袋が入ってたものもいりませんよねみたいな形になってで衣装ケースもこんな山になるぐらいいらなくなってかなりすっきりしましたよねみたいなありましたもんね。ありましたなんかね、あの感覚ってうわーすげーと思ったんですけど、やってみようと思って、実はやってみたんですよ。すごい。まず何やったかって言ったら、毎年こう入れ替えていく冬物ね、あ今回ちょっと着てみようかなと、それこそ着なきゃダメやなと、それ見た後にね、でなんで着なかったかって言ったら、着るとパチパチするっていうか、なんかねちょっとあのセーターなので、なんかチクチクしたりとかするんですよ。ずっとねかゆいみたいな、でも邪魔やったんですよね。これは切れるけど、そんなメルカリとかも分からんし、もうね、本当ありがとうっつって捨てたんですよ。もうゴミ箱に捨てましたと。捨てたら、すごいスッキリして、実は。あ、こういう感じで捨てれるかもしれないと思って。捨てって結構ね、あんまり罪悪感なくて、結局着ないよなっていうのと、置いてても結局この子が住んでるお家になっちゃってるなみたいな、いう感じで、なんかそのマインドセットができたというか、なんかシフトチェンジができたというか、考え方が変わったんですよね。で、それからなんか結構捨てれるようになってきたっていう。すごいことがすごくありました。かんちゃんも実践したり、やりました、やりました。嬉しい。なかなかね、これ時代もあると思うんですけど、はい、やっぱり昔の方、例えば70以上、75以上の方ですかね、はい、要するに戦前とか戦後生まれ、その要するに戦前とかね、戦中戦後、物がない時代におられた方たちっていうのは、物を大事にしましょうみたいな、ね、もったいない、だから大事に取っときましょうみたいな教えがちゃんとあって、もちろん物を大事にしなきゃいけないし、あのその気持ちはもちろん大事なんですけれども、でも今の時代ということと、そのものは本当にそこにあって、そのものは幸せなのかどうなのか、で自分が幸せじゃなかったら、多分そのものも幸せじゃないよねみたいな。ことは多分ありますよね。ありますよ、まさに今おっしゃった通りで、もう私それね、昭和マインドって呼んでるんですけど、昭和マインド、そう、昭和の時代は、要は物を所有することが豊かだったんですよ。で、所有して所有して、もうなんか、それこそなんか電子レンジとか洗濯機とか持って持って、ほんで、その次はマイホーム、マイカーみたいな感じで、所有して所有してってなったんですけど、もう所有すること終わったんですね。で、今もどっちかというと、ミニマリストとかが流行ってるんですよ。要は手放して、もっと買い解放させるみたいな。なので、まあ、その昭和マインドがどうしてもあるんですけど、そこをいかに解放していくかっていうのがすごく大事で、それを物を使って解放していくって感じです。なるほど、本当そうですよね、はい、生活ですっきりすることはいいわけじゃなくて、そうじゃなくて、物は必要だし使うけども、本当に必要なものだけをチョイスして、それを大事にしましょうっていう考え方ですよね。そういうことです、そういうことです。本当に自分のお気に入りとか、使ってて心地がいいとか、で私はこの物を新しく買うときは、未来の理想の自分が使ってるかどうかで判断するんですね。物を捨てるときもそうで、この物
のって、うん、なんか自分の理想の自分がいた時に使うかな、うん、ってやったらほとんど捨てるんですよ。なるほどなるほど、うん、で今度物を入れる時も、うん、自分の理想の自分やったら使うかな、うん、あこれやったら使ってそうと思ったものを入れていくと上質のものを絶対入れていくと思うんですね。お、うん、そうやって大事に物もするし、あとは私はでもね物を結構入れ替えるっていうのを大事にしてて、だから服部でも実はワンシーズンの終わりなんですよ、うん、おお今年、うん、物は今年今年、うん、なので洋服に関しても数着しか持ってないのと、うん、あとはあのエアクローゼットっていう服のレンタルがあって、それはなんかうまく活用してなるべく所有しないということにしてるんですね。なるほど、エアークローゼット、エアークローゼット、エアークローゼット、残念ながらね男性のないんですよ。ないんかい。ないんで、あでもすごい女性はすごいいいですよね。いい、めっちゃいい。じゃあなんか要するに所有してなくていいですもんね。そういうこと、あこれいいわと思って、私のクライアントさんとかにも結構あのお伝えしてますね。とってもいいと思います。そしたらなんですけども、はい、なんかその部屋に置いていてこのダメなもの、運気が下がるものとか、うん、でもうねこれ絶対やめといてほしいわっていうやつ、なんか具体的なものとして、はい、なんか皆さんご視聴者様になんかこれだけはっていうのを、はい、ぜひね教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。これたくさんあるんですけど、うん、ちょっとねピックアップすると、うん、まずは洋服なんですけど、洋服ね、もうね1年着てなかったら手放す、1年ね、うん、持ってる人は、そう持ってる人は、うん、で大体私もそうだったんですけど5年ぐらい着ちゃうんですよ、うん、冬服とか特に、うんうん、あの分厚いしなんか高いしとかなんですけど、もうね時代も変わってきてますし、やっぱりこう、ね、長年着てるってなんか邪気がつくみたいなのもあって、うんうん、もうあんまりこう長い間着てるのはねやめていただきたい、ね、で私の中では1年着てないもの、うんうん、であればちょっと手放す対象なんてことなんですね、うん、あとねこのね家の中にあるこれ別に好きじゃないんやけどなんとなく置いてあるものとかないですか。なるほどね、あるわ、あるある、なんかもらったから、うん、悪いから、うん、とりあえず置いてるとか、もらいもいっぱいあるわ、ありますでしょ、あるある申し訳ないな捨てるのはな、でとりあえず置いとこうかみたいな、うんうんうん、とりあえずなんかかけとこうかとか、うん、こういうやつ、うんうん、これ捨ててほしい、捨ててほしいだって好きじゃないんやそうですね、どっか回してもいいんですよね、どこ回してもいい、ね、もちろん、もちろん、置いとくわけじゃなくて、うん、なんか活用してくださいってことだよね。あそれでもいい、それでもなんかリサイクルショップ持って行ったりとか、うん、それこそメルカリで売ったりとか、うん、何でもいいですけど、うん、その家バーッと見た時に、うん、あ素敵っていうものに囲まれてるのと、うん、なんかないですか、あるあるあるでしょ、あるある、無意識に自分の脳で、うん、あれあの時もらって別に好きじゃないけどなんとなく置いてるよなっていう無意識ずっとねリピートしてるんですよ、うん、これをやめないんですよ。なるほどね、それ余計な雑念余計な考えるマインド使ってますもんね。そうなんです、そこも無駄ですよね、無駄、うん、本当そうだわ、それをねやめてほしい。だから、うん、申し訳ないというこれを手放したいんですよ、うんうん、自分を一番大事にしてほしいので、うんうんうん、じゃあ気に入ってないんであれば一回ちょっとこのね視界から抜けるっていうね、うん、これをやっていただきたい。なるほど、ね、だからいきなり捨てるっていうのができなければ一回視界からどかすっていうことやってほしいんですよ違う部屋の押し入れ一回ちょっと閉まってみるとか、一回閉まってみる、ほんで一ヶ月とか経って、うん、あこんなんあったって気づくんですよね、うん、ってことはいらなかったんですよ。なるほどなるほど、自分とって、うん、じゃあ手放そうかなっていう風になりやすいかなと思うので、なるほどなるほど、うん、それは大きいかな。あとね容器、うん、あのね、うん、それこそタンスとか、うん、入れるもの、こうなんかプラスチックの何クリアケースとか、はいはいはい、収納ケースとか、そう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 、はいはいはい、そう容器があると人って入れたくなるんですよ、うん、なるほどなるほど、うん、それねスペースあるから入れとこうとか、でもその容器がなければ入れようと思わないですよ、うん、はいはい、入れるものがないしね、そうなんですよ、うんうん、ならもうこれもいらんかなって言ってこう捨てやすくなるんですよ、ね、ものが、うん、なのでこの容器をなくすっていうのがねすごい大事なんですよ。なるほどね、確かに確かに、うん、その土台がなくなるからね箱が、そう、あだからそこに埋めようとかしない、もう人はこの真空が嫌いなんで、うん、なんか埋めたくなってくるんですね、うん、それをなんかこうやめた、なるほど、なんかもったいないと思いますもんね、なんかあの、うん、箱があってスペースあったらまだ入るわみたいな、うん、そうそうそう、なんか入れちゃいたくなりますよね、なりますなります、なるほどなるほど、あとカンカンとかないですか皆さん、なんかあるあのおかきのとかね、あとなんか限定のなんかお菓子入っとったそれもパッケージとかね、なんかディズニーランドのそんな可愛らしいのとかね、そうそう子供を使うと思ったら、うん、もう転がってたりとかね、そうそうそう、まあ、いらんのんかいみたいなね、いろいろね、そう、容器全般、うん、もうとにかく手放す、あの冷蔵庫の中の例えば食べ置きっていうんですか、うん、そういうのも作り置きかな、うん、それのも、うん、こんなんいるみたいな、容器があるからあの作り置きしててもええわって言ってどんどんそれが溜まっていくみたいな感じ、うんうん、そっかそっか、うん、あるからもう因果ですね、あ因果ね、もう原因があるから物があるから
結果が溜まっていくっていう、そうそうそう、そういう感じやね。そういう感じ。うん、そっかそっか。そう、因を作らないことね。そういうことやね。そうそうそう、種はもう全部排除していきましょうってことやね。そういうことです。うん、なるほどなるほど。っていうのが今パッと思いついた中ではあるかなと思います、ね。ありそうやね。みんななんかハッと思われること多分みんな。あると思うんですよね、うん、ちょっと振り返ってそのお家の部屋の中バーッと見られただけでもあれもそうやわって分かってらっしゃいますよね実はね、うん、なかなかでも分かっててもできないっていうことはありますよね、はい、この踏ん切りがつかないみたいなね、はい、ここどうしましょう。ここはね、うん、あの私が Zoom でね、うん、一緒に働いてる講師がいるんですけど、うん、と一緒に捨てるっていうのをやってるんですよ、うんうん、でそれで5分与えるから、うん、10個捨ててってはいドーンってやったら結構捨てれる、うん、ほう、ほんなみんなガーッて必死になって10個とか20個とか捨てようっていう意識で探すし、そうみんな競争じゃないけど、うん、なんか5個しかなかったらまずいみたいな、とりあえず本当にそういうマインドで探すから、そう10個集めれるんや。集めれる。あ、どんなものを集まります？書類とかもある。書類ね、書類なんかこれどうしようかなって、うん、もうこれいらんわってなるんだ、うん、とかなんかそう冷蔵庫の中のものとかも、うん、ああやっぱあるからね、うん、切れてるけど食べれるし取っといたけど、うん、でやっぱ捨てようみたいな感じ。そうそうそう、もうだから10個集めな、うん、20個集めなってなってるから、ね、フォーカスがそっちに行ってるから結局捨てられます、ね、なるほど。意識やね。意識、意識めっちゃ大事やね。大事。確かにこれ意識めっちゃ大事です皆さん。あの、うん、本当に部屋になんか今までさっき言ってくれた、うん、いつも住み慣れた部屋っていうのは、うん、自分の中ではもうなんかね邪気じゃなくなってくるんですよね、うん、もうなんか書類があろうがなんか食べかすがそこにあろうが、そうそうそう、もう邪気じゃないんですよ。自分の部屋でそれが自分の住みやすい部屋になっちゃってるんですよね。その通り。でもなんか本当にマインドが汚いとか捨てなきゃいけないってマインド、うん、意識がそこを向いた瞬間に、うん、本当にちゃんとした正しい目になるみたいな、そうそうそういう感じになりますよね。そうそうそう、でちゃんと曇らない、もうレースのカーテン外して、うん、でちゃんと見えるっていう感じですよね。いいね、レースのカーテン。レースじゃないかもしれないけど、そんなおもろい。そうだ、その通りです。そういうことだよね。そういうことです。意識をちゃんとフォーカスしていきましょうってことが、やっぱりそういう意味ではすごい、フォーカスする意識を持つっていうのが、うん、もしかして一番大事なところかもしれませんよね。です。です。それこそ、そのための原因の因がここにあるってことですよね、うん。意識を向ける、フォーカスするっていうところが、まず良くなるための、はい、そこですよね、はい。未来の自分を想像して、うん、どういう自分になりたいかっていうところに意識を向けていくっていう その今ですよね。まっさんです。なるほどなるほど、さすがもううまい、まとめるのがうまい。だからやっぱ本当そうですよ。今しかいないし、私たちはどんどん言っても、うん、過去言ってもしょうがないし、もう未来にも行けない、うん、でも未来は想像できるから、そのゴール目指して、うん、そのための今ですからね。そう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 、これじゃあできそうですよね、うん、今その場所で住みやすいのかどうなのか、気持ちいいのかどうなのか、うん、その自分の住んでいらっしゃるそこのお部屋の状態でいいのかどうなのか、うん、こうちょっともう一回ちゃんとした目で見ていただきたいっていうところからスタートかもしれませんよね、うん、そうですね、うん、うん、だと思います。なるほどね。それが目の前にある、あ、このいらないものを手放していくことで、うん、本当にどんどん人生が変わっていくってことですね。なるほどなるほど、確かに確かに、はい、絶対変わりますよね。だってあったものはすごいなくなるわけですから、はい、それだけでマインドも変わるし、意識も全然違うし、うん、部屋に入った時の意識違います。そこにあったものがあれないみたいなね、うん、なんかそれが慣れてきたらすっきりした環境が当たり前になってくるし、そう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 みたいなことですよね。そういうことです、そういうことです、うんうん、まさにです。だから結局しかも邪気もなくなるし、あ、そう、邪気もなくなるし、うん、やっぱ物邪気ありますよね。あります、あります。邪気ね、絶対ものすごいありますよ。やっぱそう、先ほど洗濯物もそうですけど、うん、例えばこういった統計もあって、うん、シンガポールでしたっけ、うんうん、ゴミを捨てちゃダメな国とかってですね、唾も吐いちゃダメだし、うん、それはなんか犯罪になるみたいな、うん、だったと思うんですけども、そういうところってもうゴミ捨てちゃダメなので当たり前ですけど、うん、だから誰もゴミ捨てようっていうマインドになってないので、はい、みんな綺麗なのが当たり前、うん、でそれやってたらダメなことっていう意識になってるので、うん、捨てないんですけど、あの東南アジアとか仏教国に行った時に、うん、掃除をする仕事の方がおられて、うん、で食事に入ったレストランでご飯食べてたら、ただピーナッツみたいなのがあって、うん、それを食べたその殻あるじゃないですか、うん、殻は床に捨ててくっていう、なんか常識がその国の常識になってて、はいはい、で要はゴミ捨てていくわけですよ、はい、でそれ日本人だから、いや汚らしいわと、うん、なるべくきれいに掃除できるように、うん、あの迷惑かからないように、うん、ちょっときれいにしていこうと思って揃えてたりとかしたら、うん、それじゃダメなんだっつって、うん、その掃除をやる人の仕事がなくなるから、うん、ゴミはどんどん捨てていかなきゃいけないっていうマインドの国の人たちもおられて、はい、みたいな、そういうところって、うん、ゴミ捨てるのが当たり前のマインドだったりとかするんですよね、はい、でそういうところって本当にトイレも汚ければ、うん、言うとね中国、はい、なんですけどびっくりしました。あ、そうなんだ。もう本当に北京の空港もこれ今から25年ぐらい前の話ですけど、うん、もう今から私たちが行くところは
をね、僻地に行きますと。一番綺麗な場所はこの北京空港ですと。で、用を済ませてくださいと。はい、で、ここから先は、用を済ませるところはほとんどないと思ってくださいみたいなぐらいのこと言われて、うん、北京空港一番綺麗なんやと思ってみんなでトイレに行ったんですよね。ほ、うんで行ったら、その一番綺麗だって北京空港トイレがこれかいな、みたいな。鍵はついてないし、なんかね、すごい状態だったっていうところなんですよね。だからなんか、ね、そのマインド的に、もうね、これ微妙な話すぎて言えないんですけど他のところに行ったらこんな世界があるんだっていうぐらい平気でゴミを捨てていくような状態だったんですよね。だからやっぱマインドってすごい大事だなと思いました。いやですよねすごい話だった全然 OK ですよねあの関西の方なんですよね、はい、だからもう本当になんか楽しくて、うちの母親は実は京都なの でもうね、毎年大阪に行ってるみたいなこともあるので、うん、ちょっと関西の地が半分流れてるんですよ。あ、だからそう、だから母ちゃんこんな陽気なんやでもなんかすごいね、いいですよね。はい、ありがとうございます。通過じゃないけど、こう 見ればわかるみたいな。ですよね。楽しかった、本当に。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。言いたかったことは結局何かというと、捨て方なんですよね。そのいらないものをちゃんと整理して、ちゃんと見極めてくださいと。で、いらないものをちゃんともう、意を決して捨てるとか、うん、次に使われる人に回すとかしながら、うん、自分のそのエリアとかテリトリーをちゃんときれいに整えておけば、邪、は、気、い、も貧乏神も寄ってこないし、それこそ土地の神様にも好かれる、守られる。ね、うん、で、自分の運気も上がるし、うん、それこそ人生肯定してきますよっていう、そういったお話でした。もうまさにその通りです。そうですよね、うん、だからまずは物を手放して、うん、とにかく頭をすっきりさせる、うん、でそのすっきりさせた後に、うん、この後ってなんかどうしたりとかあるんですか？うん、ありますあります、うん、あのね、ものすごく皆さんにちょっと進めてることがあって、はい、例えばお寺、この本堂でもそうなんですけども、盛り塩をちょっと持って、はい、その場を浄化させていただいたりですとか、うん、このお寺の本堂ね、絶やさないのがお線香の香りなんですよ。そうなんだ。そうなんです。で、お線香っていうのはそのなんですか、香りを、まあ、お仏様召し上がれる、神様召し上がれるということで、うん、もう朝から夕方までお線香の香りを絶やさなかったりですとか、誰かこう参拝者が本堂入ってこられた時に、うん、なんか異空間に入ったっていうのがもう香りでわかるみたいなことがあるんですよね。あ、なんかお寺さん来たわーってね、仏様神様がおられるわーっていうのが、実はこの私たちこの五感、目とか鼻とか口とかこう五感あるじゃないですか、うん、その中のこの嗅覚、鼻っていうのは鼻から入ったにおいて直で脳の海馬っていうこの記憶のところに直で行くのはこの嗅覚なんですよね。はい、うん、だからなんかこの匂い、香りを嗅いだ時に、あー懐かしい、あの時の風景思い出したとか、うん、出来事とか目で見た風景で思い出すことありますけど、うん、香りでうわー懐かしい瞬間思い出すみたいな、あるありますよね。ある。これって嗅覚が持ってる特徴なんですよ。うん、だからか、うん、めっちゃ分かる。あります、なんかあるある、なんかこうすれ違った人の香り、うん、香水とか、なんか昔のなんか友達の香りとか、それですよね。一瞬で戻るから。そうあと直は嗅覚だけなんだ、うん、嗅覚だけなの。いや、いいこと聞いた。そうなん、うん、でこう目とかやったら、なんか見てとか触れてとかだったら、うん、一回こう通してで思い出すって感じないけど、うん、鼻はもう直でこの海馬っていうところ、こう記憶が司っているところに直で行くから、うん、もうパーみたいな、うん、あ、この香りパーみたいな、うん、あのお寺と一緒やわとか、うん、例えばもう10年ぶりにこのお寺入ったら同じ線香使ってるので、入った瞬間に帰ってきたとかね、記憶が追いついていくみたいなっていうのが、実はね、この香りなんですよね。なので、そういう意味では浄化っていう意味ではこの盛り塩とかもすごくいいんですけど、うん、お線香っていうのはものすごい良かったりするんですよね。自分の落ち着くお線香を焚いていただいて、うん、そしたらお家に帰ってきた時に、そのお家の中にお線香を焚いてた、一日ずっと残ってるので、うん、例えば仕事から帰ってきた時に本当の意味でホッとするっていう感じです。安心するみたいな感じ。なんかわかる。そうやろ。そうだから、すっきりしたお部屋プラス匂いでまた来るみたいな、本当に良かったっていうことがあるので、うん、お線香を持ち歩いておられる方もいたりとか、例えば海外行く時にそのご飯を持ってく、味噌汁を持ってくじゃないけど、うん、お線香を持ってて炊かれるとかっていうのも、いや、実は私も実際やってたりとかするんですけど、でそういうことでね、その特に白檀っていう匂いは、うん、日本人にすごく馴染みがあったりとか、うん、いろんな香りがあるんですけれども、白檀っていうのは一番手頃で、本当に馴染みがあって、しかもすごくね、このね、リラックス効果があったりとか、うん、とてもいい効能が本当に白檀あるので、うん、ぜひね、白檀を皆さんにお勧めしたいということでですね、はい、実は先日、はい、お線香を開発して、はい、白檀の香りで守護香という守られるお香というものを発売させていただきました。すごい。 あるんですか。こちらでございます。守護香
こちらちょっと匂い嗅いでもらっていいですか。白檀なんですけども、白檀ってお花っぽい、白檀っていうのは香木なんですよね。あーすごいいい香り、めっちゃいいでしょ、うん、落ち着く、そうでしょ、めっちゃ落ち着く、そうなん、これね本当に日本人ぴったりやし、いろんな白檀とかいろんな香りをねいくつも聞いたうちの中のこの香り、これがいいと思ってこれに決めさせていただいて、うん、インドからのこの香木、で作ったこの白檀なんですけども、悦子さんにね後でプレゼントさせていただいて、嬉しい、めっちゃ嬉しい、でこちらねぜひ皆さんにもねこれ試していただけたらなというふうに思っております。いや本当にね悦子さん、はい、今日はね調子のいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございました、ね、めっちゃ楽しかったわ。いやもう私もめっちゃ楽しくていっぱい喋りましたよね。関西のねこの空気も大好きでね、うん、本当もうノリがいいしねらしくできました本当に。いやいやありがとうございます。いやね、実はねこの同日この時間に悦子さんの方のチャンネルでも私はね出演させていただいて、そこでも熱く語らせていただいております、はい、もうね悦子さんからそのチャンネルのね、はい、ご紹介していただいてよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。捨て活で人生好転というチャンネルをしています。でこの概要欄にあの貼ってもらってるのかな。そう、ね、ありますあります。で私の方のかんちゃんにもうより多くの皆さんが人生を好転するための情報をたくさんね話していただいていますので、ぜひ遊びに来てください。ぜひねこちら見てくださいね、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで皆さんね今日はもう元気いっぱいの捨て活もう人生好転の悦子さんとコラボさせていただきました。めっちゃね楽しかったし、その空気感で皆さんに味わっていただけたかと思います。まだね悦子さんのチャンネルでも私行っておりましてコラボしておりますので、ぜひそちらのチャンネルもねこの後ご覧くださいませね。そしてまたこちらの本、かんちゃん住所も初版本、魂意味合い開運、これね絶賛全国発売中でございます。インターネットでもね購入できますし、うん、ご要望あったら私が皆さんサインとね、名前とサイン書いてご郵送させてもらって、ご所望の方はねご連絡いただきたいなというふうに思っております。はい、ということで悦子さん本当にねありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日は、かんちゃん住職と悦子がお届けさせていただきました、それではまたね皆さん他の動画でお目にかかりましょう。またね、バイバイ、またね。だからもうね悦子さんいっぱいいろんなもの捨ててこられたと思うんですけど、はいはい、今までで一番これ捨てたら、こんな捨てた、この世の捨てた人はいないだろうっていうね、そういったものが何かありますかね。私旦那を捨てたんですね。旦那さん捨てたんですか。旦那を手放したんですね。それによって一番好転した、まあ、一番っておかしいな、なんか好転、大好転のきっかけにはなってる。旦那さんと別れた、うん、別れた、離婚した、そう、要は別に一緒にいて嫌だったわけじゃないんですけど、自分の未来とかを想像した時に、なんかこの人じゃないなっていうのがあったんで、まあ、手放して、要はそうしたら自分自身にフォーカスがもっと当てれるようになったんで、それでまあうまくいったって感じですね。すごいっすね。ああ、もう最高。旦那さんはどう